夜は猫と一緒。噛まれた。撫で方悪かったかな。撫でられたくないのか気が立っているのか。噛まれる原因がいつもわからない。キュルガはよく暗いところから登場する。カーテンの後ろにもよくいて、すごくびっくりする。寝てる時もいつの間にか横にいる。びっくりもするし、ほっこりもする。ソファーの下に入ったおもちゃを取りたいらしい。ちょっと待っててね。よいしょ。喜んでもらえたようだ。しかし数分後また入ってしまったらしい。はあ、今度はだいぶ奥に入ったな。はい、取れた。キュルちゃん、遊ぼう。こっちおいで。呼んだのに来てくれない。そんな時は人差し指で釣る。見事に釣られる。キュルちゃんは指好きだよね。来た来た。よし。えい。来てはくれるが、触らせてくれるわけではない。惜しい。今、名前呼んだら振り向いてくれそう。キュルガー。耳だけ振り向いている。もう一度、キュルガ。すごくゆっくり、不服そうに振り向いてくれた。猫は驚いた時や威嚇する時に尻尾を膨らませる。すごい尻尾が大きい。
この状態って確か怒ってるんじゃなかったっけ。いや、怒ってるというか驚いたのかな。さっきのあれかな。ごめんね。それにしてもこの尻尾、申し訳ないけどとても可愛い。タヌキみたいで触りたい。キュルガは映画を見てると結構邪魔しに来る。ほんと上手に邪魔をしてくる。ほんとかわいい。キュルガが隣に座りに来ると、幸せな気持ちになる。でもこっちから隣に座りに行くと、距離を取られてしまう。キュルちゃん遊ぼうよ。おお、猫は毛がとても抜ける。行ってきます。キュルちゃんもいい子にしててね。すごく寂しそうに見える。しょうがないな、すぐ帰ってくるから。ごめんね。猫は毛がとても抜ける。行ってきます。キュルガはたまに何もないところをじっと見つめる。そして何かを目で追う。何かがいる？お化けか？キュルガと同じ目線から何かいないか確かめてみると、大抵虫を見つけることができる。